dreaming too. Wishing isn't something only children do. Suddenly there's a star that's glowing brighter anywhere you are. And once upon a time you made your own song, no matter how it's read or any way it's said. Understand, once upon a time, it's up to you. チップ、もう寝る時間よ。食器棚にお行き。もうちょっとだけ。ママお願い。そうだ、何かお話を聞かせて。まあチップ、いいわよ。ママもあなたにお話を聞かせるのが大好き。お話の始まりは昔昔あるところに。そう、そうやって始まるわね。お話は私たちをどんなところへでも連れて行ってくれるのよ。ワクワクするような冒険、素敵なロマンス、ひょっとすると勇敢な戦いも見られるかもしれないわね。さあ、それじゃあなたも大好きなお話を始めましょう。好奇心は災いのもと。から作られた魔法の金色の花よ。その力でラプンツェルは本当の自分が誰なのか気がついたのよ。And at last I see the light, and it's light.
Everything is different now that I see お城の舞踏会に連れて行ってくれなかった時、突然現れた妖精に助けられたの。ほんのちょっと魔法を使ってね。魔法？そう、魔法よ。信じられない。もう何も信じられるものは何もないわ。何もだって？そんなの本気じゃないはずよ。夢を信じない人のところへ私は来ないわ。でも来たでしょ。いやだ、私ったら魔法の杖はどうしたのかしら。魔法の杖？じゃあ、あなたは？そうよ、あなたを守る妖精。魔法の言葉は、あ、そう、ビビディ、バビディ。恐ろしい女王の手から逃れた彼女は、森の奥にある小さな家でひとときの安らぎを見つけたのです。Jesus Christ.
すいたよ腹ペコお腹だお昼のご飯が待ち遠しい蜂蜜のためならどこでも行きますお腹がすいたよ腹ペコだ腹ペコだあなたもよく知っているお話をしましょうか。美女と野獣だね。昔々遠い国の輝くお城に若い王子様が住んでいました。ある夜お城に年取った物乞いの女が来て一夜の宿を恵んでほしいと言い一本のバラを差し出しました。でも王子様はそのみすぼらしい姿をバカにして老女を追い返そうとしたのです。老女は見かけに騙されて人の心の美しさを見逃してはいけないと言いましたが王子様は聞き入れませんでした。魔女は罰として王子様を恐ろしい野獣の姿に変えお城に強力な魔法をかけました。年月が流れ王子様はすっかり希望を失いました。一体誰がこんな野獣を愛してくれるのでしょう。愛してるわ。
を忘れないで。もちろんさ。じゃあ一緒に。そしていつまでも幸せに暮らしましょう。明るくなりましたから押し合わずにゆっくりとお進みください。